認識としてはもちろん、はい、でもコンサドーレだったらこれからのチームだから自分のキャラもなんかあんまりないんじゃないかなと思って、でチャンスが生まれやすいと思ったっていうのもあって、うん、なるほどなるほど、それで来ました。実際殺到して、殺到ってさ、だって今のラインナップ聞いたら絶対多分札幌一番お金は低いよね。ねえ、いやね、いや今僕うち持ち株会にリジュもさせていただいてるんでお金見てるから、うん、超リアルなんですけど、だけど当時はまだ今と比べるとあったわけですよ。ああないないといつも経営規模がね、三谷さんの話を聞いたんだけど、まあ経営規模はね別としてもコンサドーレ札幌ってチームにとっては今よりは、まあ、僕が入る時の方があったわけですよ、うん、確実に。でも、まあ、一応日本代表で最初の年俸って僕らあの A 契約 C、B 契約 C 契約っていうのが生まれてから、はいはい、最初満額で480万になっちゃったんですよ、はい、それまでは僕のキャラだったら、まあ、例えば1000万スタートとか、昔の人は、はい、あとは、はい、例えば大口さんだったら1500万からスタートとか、はい、で、ね、あの下金じゃなくてちゃんと契約金が3000万あるとか、はい、でも僕らは、まあ、砂さんもいつも嘆いてましたけど、俺はバブルを経験してるんだよみたいな魂の先にサラリーキャップできた後と、だから僕らもだから最初はどんなにキャラが高くても480万か、あそっか、で下金は、380万、決まってる、決まってる、でもしょうがないじゃん、それは、はい、全員がそうなんで、だって小野伸二もそうだし、中村俊輔もそうだし、みんなそうなんで、うん、だから、まあ、最低380万と480万は決まってると思って、うん、それでまあ僕はさっきの話を、まあ、いろいろ好きなことしてたわけですよ、うん、だってリボ払いだってあるし、リボ払いだってあるし、でもこれチャンスだと思って我慢してた服とかがあるわけです、うん、買いたいもの他にも、あれ、うん、それをだからボーナス払いにしちゃえばいいと思って、うん、あの借金380万が入る、うん、その入った後の月の1月の2月かにしておけば結構買えるんじゃんと思っていろいろ買ってたんです、うん、なんだ前倒しで、なぜだだいたいそれがね90何万ぐらいになったんです、大学生なのね、いろいろ買ってて、うん、えで、いざじゃあ契約の段階になって、はい、じゃあサインしますって見たら、まず年俸がなぜかね、なんで減らしたのか、450万だったんですよ、やや減らされてる、その30万何の意味があるんだと、うん、まあまあいい、それはいいと、でも下金がと思ったら、いやそうだあれ悪いねって言って、うちあの基本あのなんか一律じゃないんだけどって基本100万にしてんだよねって言っていやそれはちょっと困るとあのいろいろとねでも結局なんかあんまり大学生だし言えないですか、そのお金のことゴリゴリは、うん、なかなか言えないですね、でもちろん飲むじゃないですか、でサインして、で下金が入って、そのまま90何万振り込んでゼロからスタートした、親には相当怒られましたね、何の支度だったんですか、まあ、最初、まあ、実家だったんでね、お金かかんなかったからよかったんですけど、本当ですよよかったですね、地元で、うん、実家って、いやよかったです、まあ、他だったら そもそもその値段にされてないっていう、まあそっかそう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 他だったらあといくつか余ってたっていう使い方もすごかったと、はい、で、そんなこんなで札幌に入ってた時はフォワードだったんですか、そしてちょっとディフェンダー転向、そうですね、うん、これも、うん、これ今までがミッドフィールダーフォワードで来て入団してまあ翌年か、2年目ですね、で最初そのキャンプオーストラリアだったんですね、1年目すげえ、はい、で今度と同部屋で、であいつもソニー仙台って社会人のクラブしかなかったんですよ、はい、で岡田さんが選手権見ていいって言って取ったらしいと、はい、でもうすっごい今でもそうですけど素朴でね、なんか何を考えてるんだ君はみたいな君はそういう感じの本当にいいやつなんですけど、はい、純朴すぎてわからなくなっちゃってるみたいな、で同部屋だったんで最初で相談と思って、いや僕コンサドーレね J1 来ちゃいましたけど僕良かったんですかね、あもう悩むというか、じゃあ総さんだって大学のね4大と入ってるじゃないですか、まあ、一応ねみたいなだけど、どうなんだろうねみたいな話でも練習見たらすぐこいつは持ってるなと思ったんですけど、うん、まあそんなキャンプの序盤で何日か練習して終わった後に、これは多分どのチームもそうなんですけど監督と面談があるんですよ、個人面談、はい、あそうなんですか、で監督のホテルの部屋に呼ばれて順番に行くんですよ、で例えば1週間経ったけどどうだみたいな、うん、で見て俺はこう思うみたいな、で今年の構想みたいな話ちょっとされるんですよ、あで僕最初初めてだったんで行った時にそれはすごく嬉しかったんですけど、あの
お前は長く選手プロでやれると思うよって言ってくれたの岡田さんが。すっごく嬉しくて、それはお前には分かりやすい強い武器があるからね、ヘディングがやっぱ誰よりも強いから、だからお前は長くできると思うよって言ってくれたんですよね。ですっごく嬉しかったんですよ。だから自分はフォワードで入ってるし、まあ、全然うまくはなかったんですけど、やっていけたらいいなっていう気持ちがまあ強まった。でもやっぱり1年目ちょこちょこ試合に出させてもらったんですけど、やっぱり全然うまくいかないし、スキルがまずないから、だから自分が何を持ってるか理解してない、身体能力以外に持ってるか理解してないし、その使い方が下手だから、だからうまくいかなかったっていうのもあるんですけど、でも2年目ってなると去年を踏まえてね、もっと出たいっていう気持ち、そうですね。でも監督がまあ岡田さんから、まあ、橋田哲さんに代わって、最初のまたオーストラリアだったんですよ、キャンプで。また1週間ぐらいして終わったとまた部屋に呼ばれるんですで、チャンさんっていう人がね、コーチにいたんです、でチャンさんに呼ばれて、おいしそうだって言われて、お前、明日からディフェンスやるのかって言われて、あれも もう決まるのか、もう決まってんのかなって言ってえって言ったら、いや、哲が、お前ディフェンス向いてんじゃないかって言ってるぞと。ほう、えと思って、当時って小栗さんとか、それこそ、はい、小島さんとか、あと外人とかもフォワードだけで9人いたんですよ、で、去年の感じともあるし、これ多分俺クビになるなと思ったんですよ。だってフォワードとして能力があって見込みあったらそんなね、フォワードでいいじゃないですか、そうですね。で、外国人もいて、元日本代表が来て、自分より若いやつも入ってきて、これダメなんだなと思って、と思ったんですよね。でも、まあ、せめての救いが日本代表するディフェンスの選手にお前向いてると思うよって言われたっていうのが唯一の、なんていうんですかね、なんていうの、何にもならないけども、だったらそうなのかなと思って、で、僕の場合はなんかフォワードの選手としてストライカーとして活躍したいとか、中盤のね、日本を代表する司令塔になりたいとか、はい、と思ってプロ入ってないんですよ。プロサッカー選手になりたかったから、プロサッカー選手になりたい、だからどのポジションでもいいんですよ生きていければ、だからしょうがないと思って、じゃあやりますって言ってディフェンスが始まったんですけど、何も分からなかったんで、本当に、オフサイドの取り方も分からない、どうやったら自分のマークがいてボール保持者がいて、ラインをコントロールしてオフサイドを取るんだろうと、もう怖くて、そこからスタートしたから、だから同じサッカー選手ないですけど、だからね、よく僕聞かれたり言うんですけど、同じ料理人だけど、昨日まで僕は寿司屋だったわけですよ、だけど明日からはごめん、全く同じ客入れるけどフランス料理作ってって言われた。確かに料理だけど、覚えることが違うし、使い方も違うから全然分かんなかったんですよね、でそこからスタートしたっていうか、だからまず頭で勉強して、ディフェンスってルールがあるんですよ、順番も決まってて、それを踏まえないと取れないとか抜かれちゃう確率が全然違うんですよね。だからまず頭で覚えてから体でそれを動かすまでが時間かかって、そんなことしてる時にオーストラリア人にバンってやられて顔面を骨折したんですよ、でこう眼底も陥没して、尾骨もぐちゃぐちゃになっちゃって、で3日間ちょっと鼻血が止まらなくて大量に、で落ち着いてから手術をするって言って、オーストラリアで1回手術をしたんですね。でもうやめようかなと思ったんですよ、もうポジション変えて、せっかくまあ決意したけどもクビになると思ってるし、今年うまくいかなかったら、だってディフェンスってそう簡単に出れるっていうイメージないじゃないですか、そうですね、あんま変えないですもんね。で今年出れなかったら本当クビなんだろうなと思ったけど、頑張ろうと思ってポジションを変えて、そしたらそんな怪我になって、でキャンプで出遅れて結構致命的だし、2年目だしショックだけですね。でどうなるか分かんねえしなと思って、もうやめてえなーなんて思ったんですよね。しかもそれになんか追い打ちをかけるように病院にね、はい、チームドクターと言ったら、インド人だったんですよ、ドクターが。オーストラリアキャンプでインド人、まあまあインターナショナルですね、まあ、差別するわけじゃないんですけど、ただでさえ海外で手術で不安なのに、なんでオーストラリア人じゃないんだと思って、せめてせめてね、はい、あでも曽田君ね、インド人はすごくね、特に理数系優秀だから、世界にインド人のドクターいるから大丈夫だよって言ってくれて、あまあそうかなと思って、はい、そして次の日行ったら、なんか昨日と違う人の気がするなと思ったそしたら麻酔のアラブ人だったんですよ。麻酔がアラブ人、うん、あれ俺はアラブ人に麻酔されてインド人に手術されてるのってめちゃくちゃ不安だったんですよ。なりますよね、絶対不安だで、まあ、鼻とかこの周辺だったんですけど、またその外人が外人らしいなと思ったんですけど、
前よりもかっこよくしてやるぜみたいな感じで変な通訳をしてくれて、でも手術をしたんですね。だけども自分の状況が変わらなくてもショックなわけですよ。でもどうしようかな、続けるのか帰国した方がいいのかなとかって思って、なんですけど手術が終わって、まあ、ちょっと肺が引いてきて立てるようになったら、もうやっぱりなんかサッカーが好きだからやってたみたいな。そこからディフェンスの修行が始まって、最初は全然出れなかったんですけど、途中から哲さんが辞めるちょっと前の春のナビスコからなんかちょっと出れるようになった、うんうん、でも出れるって言っても、ね、ディフェンスと選手としての成熟度もないし知らないことも多い状態で、うんうん、まあ、身体能力とか対人能力とかヘディングが強いとか、まあ、長いボール蹴れるとか、うん、そういうのはあるんですけど、その継ぎ目がないんですよね。単体を持ってるんだけど継ぎ目がないから、やっぱりミスも多いし、自分でも分かってるわけじゃないですか。できることできないことあってて、でもできないし、でも使われると、嬉しいんだけどどうしたらいいんだろうみたいな、ただそういう時が続いて、まあ、だからどういうふうにこのディフェンスとして自分が成熟していくのがいいんだろうっていうのが分かんないみたいな、っていうしてるうちに哲さんが更迭されて、でイヴァンチェビッチっていう監督が来て、はい、イヴァンチェビッチはまあオシムさんみたいな感じだと思うんですよ。すごく厳しいけどバリエーションも豊富ですごいいい監督だったと思うんですけど、ただ今度はお前はフォワードの方がいいと。おっとこの間わずか半年でもディフェンスとしても、まあ、計算はできる部分もあるから、で週の中で今日はディフェンスの方に入って練習、今日はフォワードの方に練習って、こういう感じだったんですよ。2年の話じゃないけど、だからまだディフェンスもフォワードでさえ大学で1年しかやってないですから、ほぼ、ああそうか、足りないのにディフェンスって新しいの入ってって交互でうまくなるわけないんですよね、いくらエクストラでトレーニングしても、うん、どうしちゃったでも当時僕の唯一の救いが柏レイスのユーサンチュルっていう選手がいて、はい、あ、はいはいはい、で両方は素晴らしいプレーしてる韓国代表だから、ああいう風になる人もいるんだから、まあ練習してたらね、うん、なれるのかなと思いながらやってましたね。だからその時にもういろいろもう本当にチームにも迷惑かけたし、まあ嫌なこと言う人もたくさん現れたし、でもそれもしょうがないんですよね。でその後イヴァンチェビッチが辞めて、うん、でその次の年にジョアン・カルロスが来て、はい、まあ、本格的にディフェンスとして見られて、でトーレスっていうディフェンスコーチが来たんですけど、はい、で彼らと一緒に、まあ、また修行に入るっていう感じです、ね、うん、そんなディフェンダー転向から、次その後、まあ、フォワードと、まあ、一緒にやったりした時期もあって、はい、ここに来るわけですよね。はい、ハットトリックで J リーグ最後の V ゴールを飾る。ああ確かに2002年最終戦ですね、はい、この時は俺ちょっと記憶がちょっと薄いんだけど、フォワードで出たんですけど、要は交互にやってた延長 でこの試合も途中から出場して、途中ですよね、途中ですよね、そう途中出場で後半からですね、そうで新井愛川っていう若い2人がちょっと勢いがあってして、奥さんがいて、僕は控えだったんですけど、その時はで誰かが怪我で下がった、林にやられたんですね。あです、僕はそう新井と交代して、うん、もう必死でしたよね、ただね、うん、でもラッキーだと思います。やっぱこういうことってなかなか経験できないし、うん、で、てか人生初ハットトリックとかそんな感じですか。学生の時はありますけど、うん、まあ、そのプロに入ったのちの得点もだって1年目は取ってなくて、2年目も1点しか取ってなかった、うん、あ大学時代はありましたね。ああ6点ぐらい取りました。おで、それがしかもで最後の V ゴールになったんですね。翌年からなくなりますか、うん、なくなるところで最後にしかもロスタイム、あ延長でロスタイム、森君って森選手っていって、彼もずっとディフェンスで活躍したのに怪我がひどくて、うん、多分森君も膝が悪かったんですよね、うん、で最後引退そのするっていう年 で最後チャンさんが最後は育つ森でいけるみたいな、そうなんですよね、ふざけてんのかなと思って確かディフェンスの選手にも前ら2トップだとかって言って確かそうでしたよね、うん、と思って森君と思って、森君がなんか平間さんって言ったんですけど、平間さんがなんかスローインして、なんで森君出すんだと思って囲まれたんですよ。で僕はゴール前にサイドで囲まれて、そしたらもう出て終わりじゃんと思ったらいきなりセンタリングが上がってくるからで僕はヘディング最後決めて、だから森君にとってもすごいいい最後だったし、うん、僕にとってはまあフォワードなんかディフェンスなんかよく分かんない年だったんですけど、まあよく分かんないけどもこんなラッキーなこともあるんだっていうような、伝説というにはもう語るところが多すぎてどうしていいか分かんない感じでしたね、うん、これはもうね、みんな知ってるけどこれ今日聞かないわけにもいかないっていうぐらいもう多分一番忘れられるのはこの時の対戦って広島だぜっていうのを意外と忘れてるっていうね、そうです久保選手もいましたしね、あ、そうだそうだそうでした、そうだ
で、そんな V ゴール、ちょっとね、駆け足もすいませんね、すごい時間がね、押してきて、斜めに下がりながら綺麗なヘディングだったんだよね、真面目言うけどね、まあ、それから、もうちょっとすごい、間空いちゃうんですけど、はい、検証、一対一試合で PK を決め、有終の美を飾る、すごかった、これもラッキーでしたね、会場がやばかった、会場がやばかった、あの時、今でも覚えてる、もう本当すごかった。ラッキーです、ね、俺泣きながら太鼓叩いてたもん本当に左膝が調子悪くなって、うん、でチェックした半月板が、うん、でどうぞで腰もずっと悪かったんですよね、うん、で2007年で J2 から J1 に昇格した時も最後腰と膝が調子悪くてで見たらヘルニアと、まあ、半月板がちょっとって言って、うん、でシーズン終わったらすぐ手術して、まあ、J1 がやっと来ると、うん、でなんか自分もなんかディフェンスとしてヤンツーさんの修行時代もあり、うん、すごくやっとまとまってきたんですよ覚えるのと体って動いてきて、うん、で自分としても感触がもしかしたらもうちょっと上のね、うん、世界も見えてくるのかもしれないっていう期待もあったしそれで J1 のタイミングだったんで、うん、手術をして出遅れたくないなと思って、うん、トフリハビリ的なトレーニングをしてて、はい、ただ落ち着いたからキャンプ行ったんですよ、うん、でも結局ダメ で膝に水溜まってでどうしようって言ったらもう両方手術をして4ヶ月ぐらいリハビリ復帰できるからで手術を結局したんですよね、うん、最初に腰の手術をヘリに合わせて1週間後ぐらいに膝の半月板の手術をしてでリハビリをしたんですよねでリハビリがなんとかまあ順調にで4ヶ月後ぐらいに復帰をしようとで試合に数試合出たんですよ、まあ、調子があんまり良くなくてだから今度両膝 3,4 試合出たんですけどねトシヤさんが使ってくれてたんですけど全然ダメでしたらこの両膝に大量に水が溜まってきてあらでもう一回見たら両膝の軟骨が全部ボロボロだとで軟骨ってなんか最悪の怪我のうちの一個で人体切るよりもやっぱり軟骨が損傷する方が問題で治んないんですだから僕は今60歳ぐらいの膝だと思うんですけど歩けなくなるかもしれないみたいなだから手術をしても治るかどうか分かんないし復帰できるか分かんないと、うん、でもどうしようもないからそれで手術をすると大体6から8ヶ月ぐらいかなっていう、うん、で両膝をいっぺんに手術したんですよだから思ったよりも悪くてで3ヶ月間2週間ぐらい入院したんですけど3ヶ月間は自分の体重をかけて歩いちゃダメって言われてえ体重かけずに階段もダメだしだからずっと松林だけかああまあもちろん装具をつけて、で3ヶ月後を見ると自分の僕はすごくパワーがあって太かった足が腕みたいになっちゃって細くなってこてするしこれ戻るのかなと思ったしかも治るかどうかわからないリハビリがこれからスタートして、うん、で自分は結局 J1 は全て棒に振って、うん、うんと思ってで僕はそのコンサドーレが昇格した時にそこから3年契約を結んだんですよ、はいうん、本当はなんか違うチームもキャリアアップのためにチャンスがあって行ってみたいなと思ったんですけど、うん、そういう提示をチームがしてくれたんで30になる年に3年契約なんか当時普通考えられなかったんで、うんうん、すごいありがたいからと思ったんですけどこの契約すら全うできるのかなと思ってその3年が、うん、でリハビリがスタートしたんですけど結局何にもできないんですよね腹筋 家からクラブハウス行って、はい、風呂入って温めてマッサージしてもらって帰るだけ、はい、で歩けるようになったらとか腹筋して風呂入ってマッサージしてもらって帰るだけ、これスーパー銭湯みたいな感じずっとなのに自分は給料もらっててしかもクラブの日本人で多分一番高い方だったんですよ、うんうん、で選手会長で試合数一番出てて打席一番長くてこれ自分はどうやってここにいればいいのかなって後輩とかいて先輩もいて彼らは試合のためにトレーニングをしてて僕は何もしてない風呂入ってマッサージしてちょっと筋トレやって帰るでも負のオーラは出したくないじゃないですか、うんうん一応選手会長だしだから後輩ご飯連れて行ったりとかリハビリにちょっと軽い怪我で来たやつをなんか面白そうにして、うん、でまあじゃあ頑張ってこいよっていうのをずっとやって結局1年8ヶ月ぐらいリハビリしたんですねトータルで1年半ぐらい、うん、ずっとそんな感じで良くなるかなと思っても急に痛くなって戻って良、うん、くなるかなって戻っ て繰り返したからこれ絶対治んないと思ったんですよ、うん、炎症も引かないし痛いしだから自分は今後どうやって存在していけばいいのかなと思って考えたんですよね。で自分が J1 に昇格したとか J1 でプレーした時が100だとしたら自分今の自分はもう2とか3とかみたいな生きてるのか死んでるのか分かんない状態なわけじゃないですか。これプロのサッカー選手って俺言えんのかなみたいな感じで何もすることなくてで本当に
ご飯連れてったりとか、洗面所掃除したりとか、トイレ掃除したりとか、うん、で一人で走ったりとかしてたんですけどね。そしてそんな時に三上さんが、なんかもしだけどって、僕はもう1年契約残ってた秋だったんですけど、もしだけどお前辞めるっていうつもりがあるんだったらシーズン終わる前に言ってくんないかと。これ辞めろっていう意味じゃなくて、お前が辞めるんだったら来年も契約をそのままね行使してほしい。でもし辞めるんだったら終わった後に言われ、あのシーズン終わった後に言われても記者会見ぐらいしかできないから、なんかお前にできるだけしたいんだよねって言ってくれて、まあすごい嬉しいんですけど、でも自分はサッカー選手としてちょっとでも痛いし、僕は入って10年まず目標にしたんですよ。で翌年契約を更新すれば10年だったんですよね。だから自分の目標でもあったし、だけど現実に自分の今の状態見て、来年良くなるかもしれないけど多分その可能性低いし、トレーニングができないし、彼らと競争ができないと。中山さんがすごいのはプレークオリティなんか相当下がってるわけじゃないですか、打ち来た段階でも。選手としては戦力として考えたらどうなんだろうと。だけども彼は若い選手とかのうちのレギュラーと一緒に競争するトレーニングががっちりできたわけですよ、うん、だから中山さんは彼がサッカーをやるっていうことの情熱があるのと、うん、まずプレーをする準備の競争ができるから、うん、で彼のキャリアがあるから、だから素晴らしい価値があったと思うんですよね。でも僕は価値がもうない、競争できないから、うん、それでうんって悩んで、でもしだけど最後最終戦の前に言ってくれたら最終戦にベンチに入れたいと、で最終戦でセレモニーとかもやりたいと思うんだけど一応考えてくんないかって言われて、うん、めっちゃ悩んでるんですよね。そうですね。で一人で走りながらいつもうーんと思いながら、でもやめるっていうのは寂しいことで、だって考えながら一人でジョギングしてて、で最終戦かと思ってパッと見たら、たまたま本当に子供の誕生日だったんですよね。ああそうなんだ、はい、こういうのもあるのかなと思いながら、でまあ一人でジョギングしながら、なんかしょうがないと思ってでやめるっていうのを決めて、でスタッフに最初言いに行ってトレーナーとか、でもその時点でめっちゃ泣いてたんですけど、で監督に一切伝えて、うん、分かったと。でそこから僕の最後の10日が1週間ぐらいの練習が、うん、今までも リハビリでジョギングしかしてなかったから全然ダメだったんですよ、痛いし、で毎日痛み止め注射を右左腰に5本ぐらい打って、で飲んでテーピングして、で1時間ぐらいしか練習できないんですよ、もうきついしついていけないから。でそれを5日間ぐらいやって、でもコンディションが上がらないんですよね。で石さんも毎日トレーナーに聞いててくれて、それはコンディションどうなのみたいな、いや同じですみたいな、今日も注射してる。でそれでギリギリまで行ったんですよね、で試合の前の日に僕たちそのメンバー発表されるんです、はい、で僕は1年目の時にあんなに入りたいと思ったけどメンバーに選ばれなかった、ずっとメンバーベンチに。僕8月デビューだったんですけど、入団が今2月から契約がスタートして、はい、半年もかかったんですよね。今度はそれより前にメンバー入って試合に出てたんですけど、でもその 1枠 の, そのベンチ入りを僕は本当に願ってトレーニングしてたわけですよ、うん、なんで自分が入れないとか言いながら、早くしないと、まね、チャンスが来なくなってクビになっちゃうかもしれないとか思いながら、もっと早く試合出たい出たいと思いながらトレーニングしてた、その1枠を最後の僕のなんか情的な感じでもらっていい の, いいのかなみたいな、あ、これから試合に出て今後の活躍のための大事な機会をもしかしたら奪うかもしれないです、だからせめてコンディション上がらないと恥ずかしいなと思ったんですよ、なんか公式戦だし、で石さんも、まあ、そういう研究が昔あったみたいで、最後辞める選手レースの時に、まあ、どうにか入れてくれないかってチームから言われたらしいんですけど、でもやっぱりベストメンバーをね公式戦だから選ぶのが自分の仕事だって言って、それはなんか断ったらしいんですよ当時は。でもそれはどっかに印象で残ってて、それが良かったのかどうかみたいな。でも僕のコンディションが上がらないから最後16人なのに17人だったんですよ、1人多く入ってた、まあ、それが準決だったんですけど、はい、でどこ行くと、まあ、準決はどっちか最後朝決まるみたいな感じで、まあ、試合当日行ったら結局僕だったんです。だから準決のチャンスを1回奪っちゃったんですけど、まあ、僕はメンバーに入ってできることって何かなと思って、ずっとまあ朝起きてからなんか考えながら、これが最後でもあるし、でずっと準備をして、で久しぶりのドームですよね、いつも上から見てたのに下から入って、で準備をして、でスタジアムに行くといつもよりもまあ多い、そのシーズンですよ、そのシーズンのいつもよりも多いお客さんが入ってて、ずっと僕のなんか名前を呼んでくれて、いやこれは嬉しいんだけど重いなと思って、この声援に応えるべきべくものを僕は今何も持ってないから、何万人ね、2万人3万人とかってお客さんのエネルギーってやっぱね皆さん思ってるよりも重たいんですよね、なんか責任を感じるキャリアになると、
僕は彼らの気持ちにどう応えられるんだろうとか、何ができるんだろうみたいなね。それでまあ入ったと。でどうせもし出れたとしても本当に何分か最後なんだろうなと思ってずっと準備したんですよね。ただ最後3分僕に時間くれて、でまあ試合に出てっていう流れなんですね。PK 取ってで、ちょうどですね、もうせっかくもらったでこれ1枚くらい紹介できない。最後で PK でカズさんと声かけられてたシーンに何か言葉かけられてたんですかという40代男性から。はい、なんかハーフタイムに最初ミラーアツさんがあんまり面識ないんですけど、試合しかしたことないですけど、佐田君さ、やめちゃうんだって言うと、いきなり声かけてくる。なんだと思って、いや、はいだって。だって向こうはだって日本代表の選手だし、すごいじゃないですか。あ、はいと思って、まだできんじゃないのとかって言って、いや、でも怪我迫って、なんか膝がとか、あ、そうなの、でも今日最後だからさ、ちょっともしてたら頑張ってよって言ってくれて、こんなにいい人だったんだと。あのその試合何気にキャリア最後のゴール決めてるんですよね。フリー。暑さもすごいフリー。そうだそうだそうだ。でもびっくりしちゃうんですよね。距離長いの向かい点でボーンと決めて。ハーフタイムだったんですよ。で自分が出て、まあ、出た時もね、高原がキーパーキャプテンマークついてたのを石川直樹を確かに。で僕につけてってつけてくれて入って。でも全然動けないんですけど、もたもたして。で砂さんがパスをくれて。うん、で PK を。PK なのそれはとかって、それも何回も言う人もいるんですよね、質問で。PK ですよ。一回言えば分かるのに何回も言う人もいるんですよ。なんですけど、まあその PK を取ったと。その時に、アツさんが来て、カズさん来て、あの、今まで頑張ってきたんだからさって、最後決めて、いい終わり方しろよみたいな。めっちゃいい人だ。めっちゃいい人。だってカズさんも僕は全然ないんですよ。試合したぐらいでご飯食べに行ったこともないし、でもなぜかね、グアムキャンプでなんか横浜市と一緒の時とか、あれなんか怪我したん、したんだってとか言ってくれたりして、その知っててくれてる不思議な。その時も思ったのは、なんかある一定の何て言うんですかね、努力なのか業績なのか分かんないんですけど、そういうのをやっぱりしてる人はそういう気持ちになやっぱりなるのかなとか、周りに対してとか、だからやっぱりね、日本の一番すごい人なのかなと思って、でもこれ絶対外せねえなって。そうですよね、これまでプレッシャープレッシャーになりますよ、気なのに。困ったと思って、それでまあボールを持って蹴ったんですけど、まあ、取られたんですよ。で僕はもう外れたけど、もうこぼれ球と思って必死に、あ、言ってましたね、あーと思ったら、もう一回ってなったじゃないですか。なんでもう一回なんだろうと本当に思ったんだあれでも蹴った時にもう上げてましたからね、やっぱ審判的には何かあったもん、うん、あんまりでも聞いたことないじゃないですか、ルール上はそうなんですけど、あ、でもよかったと思って。めったにないですよね。で、まあ、羽賀とかが草野さんが「お前なんだよ」とかって言いながら来てで、ダニエルソンとかみんなね、あの辺も「カマカマ落ち着いて」とかって言って「OK OK」って言いながら「やべえな」と思って思うじゃないですか。でボール蹴ろうとしたら、羽賀がなんかボールを投げて、おいおいと思ったら、縁起悪いからって新しいボールなんか持ってきてる。 あいつ意外とそういうね、するんですよ。はでもらって、で僕もなんかここで溜めてもなんか恥ずかしいし、もうしょうがないからもうどうでもないなと思って置いて蹴った、たら入ったと。たら羽賀が腹立つんですけど、まあいいやつだから、一番最初に腰が痛いし膝が痛いのに背中に乗ってきて、あれ見てて大丈夫かなって。でも本当にラッキーです。だから僕はなんかそういう風にいろんな人の気持ちに応えれるかどうか分かんないけど、それでやってみようかみたいな、そういうのをこう最後に。で今までは試合終わった後、ファンの方にサポーターの方に声かけられたりする、街で、いやこの間良かったですね勝って、いや相談も良かったなとか、ありがとうございますとか、いや相談くんのミスがなと思って、あすいませんとか、そういうのだったわけですよ。ひどいこと言ってる。でも基本的には僕らってなんか謙遜なんですよね。あ、どうもありがとうございましたとかって、でもその試合終わった後だけは街でも、例えばすごい感動しましたとか、本当に良かったですって言われたら、良かったですねって言えるようになったんです。なんか、お前それ自分でやって良かったですねなのっていうんじゃなくて、やっぱみんなのパワーでこう作ってきたもので、僕だけじゃできないし、しかもそんなのって僕じゃなくても、それが砂さんだろうと、それこそ新井だろうと誰だろうといいんです。なんで新井って言ったのか分かんないですけど、なんか出てきた、分かんないですけど、誰でもいいわけですよ。でもそんな現象を見れるってめったにないじゃないですか。だから良かったですねって素直になんか言える、経験もできたのも良かったなってすごい思います。
あの時決めた後にさ、なんかこう祈るような手に一瞬なりかけてました、ね、なんかもっとね、トクラスタイルとかやればよかったんですけど、なんか決まった時になんかこうとかじゃなくて、なんかってなって、ちょっと一瞬割に帰ったみたいな感じで走り出すんですよね、うん、あれがまた僕はもう何回見てもダメで、本当に思い出せないすぐ、ごめんなさいね。あとその PK の合間に、その多分それこそ三浦さんとかがこの、まあまた声かけて確かいただいたと思うんですけど、はい、その時にずっと横浜FCの若手は審判のところに詰めて、なんで今のがやりましたかすげえにって言ってるんですよ。めっちゃ面白いですから、ぜひ見てください。はい、そんな曽田さんキャリアだったんですけども、そして新たなる曽田有志伝説ということで、今現在の活動をちょっとお聞かせいただきます。教えますもんね、ささっともう行きましょう。そうです、まず、止まってんの大事なことだったね。止まんないよ時間をしてんのか、止まんないで。まあ、今の活動について、まず、はい、こちらですね。一般社団法人 A-BAC 北海道で今代表ということ。はい、一応そうですね。まあ、簡単にどんな活動なさって、まずエンプロジェクトっていう被災地の応援の団体を作って、はい、それは北海道内のトップアスリートに勝手に電話して、被災地を応援したいから、スポーツのね、北海道ってスポーツ産業ってないから、J リーグとかプロ野球が多少成り立ってるだけで、うん、産業になってないわけですよ。で、垣根は全部は協会とか連盟とか団体だって、うん、それぞれ建設し合ってるわけですよ。うん、まあ、三谷さんからあれかもしれない。ちょっと前までね、ファイターズさんと会社がお隣同士だったわけで、うん、でも、ファイターズさんは途中から来て、コンサドーレさんのところに自分たちが来たって思ってるのに、コンサドーレは金持ちのファイターズが来たって思ってたりする社員同士の微妙な関係もあると僕は聞いてたんですよ。だから、コミュニケーションもそんなにね、会社員同士でもそんなにたっぷりされてなかった、当時は特に、うん、とか選手も僕らだって例えば新庄さんとか稲葉さんって言われても、うん、お金が違いすぎるから一緒に飲みに行くとかっていうのがイメージも湧かないし、あ、でそれを逆にさらにアマチュアアスリートもそうだし、だから全然その横のつながりがコンテンツとしてスポーツというのが北海道によってかなり重要なはずなのに、バリエーション日本で一番ありますし、そうですね、オリンピック選手も一番出してますし、うん、なのに北海道のキーワードの次にスポーツが来ることは一回もないと、これはもったいないなと、観光と自然しかないですから、一次産業と、だから新しいスポーツ産業の始まりに、まあ震災っていうちょっとね、出来事としては良くないですけど、なればと思って勝手に電話したわけです。福島ちゃんとか電話して、高木美穂ちゃんで、福島さんで勝手に電話した、それで作ったエンプロジェクトっていうのが単なるいいことやっただけなんです。とにかく被災者と皆さんにお金をお預かりしてとか、自分たちで作って持ち出してってやってたんですけど、いいことするだけ、まあ誰かのためにいいことはいいんですけど、せっかくこういうネットワークができてきて、横のというか、でも圧倒的に彼らは、まあ、実業団の人以外はセカンドキャリア困るわけですよ、うん、J リーグの選手もみんな困る、うん、今の引退してる選手もみんな困ってる、ほとんどが、でもそれ整備されてないわけですよ。で J リーグでセカンドキャリアのサポートセンターってのがあって充実してた時もあったんですけど、選手本人たちが今自分の立ち位置と自分の将来を考えて何が必要かって考えた上でそれを活用してなかったから、うん、まあなくなっちゃったわけですね。はい、あ、なくなったんだ、その充実したプログラムが、うん、まあもう残ってる部分もありますけど、当時が僕が入った時の方がまだ充実してたんですよ。そんな状況が問題であると、うん、でも本人たちの自覚意識がないと、本人たちが好きで J リーガーになってるから自分の携帯自分で拭くのが当たり前なんですけど、それにしてももったいないと、うんうんうん、一つのことやってきたのになぜか知らないけどスポーツだけはバカって言われて、確かにそういう一面あるかもしれないですけど、医者だって医者バカだし、広告屋だって広告バカだし、うん、何だって同じはずなのになんでなんだろうなっていうのもあって、それでセカンドキャリアを作らないと子供たちが今やってくれてるスポーツ、はい、僕らのようなものた人たちを夢見てやってる子供たちに対して未来をはっきり言って作ってあげられたいわけですよ。だから親にしたら自分の子供がスポーツやってくれたらなんとなく嬉しいだけで、なんでいいかって分かってないわけです、ほとんどの人が。自分の好きなことに打ち込んでくれてるからいいと思ってるだけで、でもスポーツやったからって就職がいいなんて時代はちょっと前の話ですし、スポーツしかやってない、スポーツやってる人もスポーツしかやってないと思ってるから負い目も感じてるし、自信持ってない人もいるし、で夢の先がこんな状態ですよ。コンサドーレのスクールに働けたり株組織に入れたらいいですけど、そんな若なんて少ないですし食えないってことは、夢を幻想を見せてるだけで子供たちに嘘を言ってるみたいな、なるほど、将来がないですから、だからそれをうまく整備できたらいいなと思って、で、まあ、一応作ったんです。で、産官学をまず連動させないと継続しないなと思って、で、官が行っちゃうと産が入りづらいんですよ、はい、企業が入りづらい、で、企業のとこが金儲けでやっちゃうと
あの教育委員会とか行政がなかなかサポートしてくれない、うん、だからそれをいいポジショニングでやる必要があって、うん、でそれで産官学にアスリートを加えて連動する授業にしたいと思って、うん、それで作ったので、ね、今は17種目ですかね、まあ、歴代の方は6、7名 で、うん、でまだまだ始まったばかりなんですけど、うん、まあ、一応賛同者がまあ6、まあ、8人ぐらいですかね、うん、でまあ、東京だったり大阪だったり関係、うん、場所関係なく北海道の方もちろん中心ですけど、うん、で参加してもらって今今年は小中学校札幌市内の14校にアスリート体育の授業と部活動で派遣してます。今ああなんかその指導したりとか、はい、もう教育委員会教育省の許可を得て指導料理を一緒に作ってもらって、で彼らが自分で持っているものを可視化したりとか言語化通訳してそれを子どもたちに活用してもらったり、学校の先生の負担を減らすために一緒に指導料理を作ってもらったり、あそれを継続的にやってます。それはもう無償で一応やってるんですよね。それだけじゃやっていけないんで有料部分は幼稚園と提携したり学園と提携したり、まあ行政と提携したり、はい、いろんなところでその有料部分を作って、うん、でちょっと底上げをして、ちゃんとした事業にしようというのでやってます。うん、まあ始めたばっかりです、始まったばっかりですけどこれからですけど、はい、なんだろう、すごいなんか手伝わせればいいんですよ。まあただコンサドーレも一般社団法人作りましたから、まあ、クラブがやりたいことっていうのはまあちょっとまた別にあると思うんですけれども、まあ僕はその結局選手が終わった人たちのサポート、うん、それと今選手である人たちのキャリアをの、まあ、サポートをしたいっていうか先行きというかそういうところが見えるように、これ正直言ってこれ浦和レッズだろうとコンサドーレだろうとファイターズさんだろうと、うん、どこの業界でも自分のクラブ内で選手を教育してセカンドキャリアまで育てするって限界があるんですよ、ええ、だからそれできないクラブがダメなんじゃなくて、だから僕らみたいなたまたま僕らで作ったんでうまく活用さ、してもらえばいいですし、まああんまり自分からガンガン行くとなんかちょっとおせっかいみたいになっても嫌なんでなのでまあ一応、自分たちに興味持ってもらう人から、まあ、地道に広げるというふうにしてます。ありがとうございます。ちょっとすごい時間を押してきちゃったんで、他にも実は何個か聞きたいことあったんですが、はい、うんうんうん、これはちょっと申し訳ないです。飛ばしていただいて。次のは何があるんですか？ん？あ、もう、あ、そうか。飛ばしてないです。もう、とっくに飛ばしてない。というわけで、すごい押しちゃって、本当はもっともっといろいろお話聞きたかったんですが、もう時間になってしまったんで。伝説が濃すぎたっていうことですね。そうですね。一つ一つが思ったより濃すぎた。濃すぎた。はい。すごい。駆け足で申し訳ございませんでした。今日は、曽田優さんにお越しいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。これクラブのこと全然やってないけどいいのかな？なんか説明することありますか？最後にほとんどコンサドーレ関する質問だったんだけど、手間だったから、あと2回目やりましょう。そうですね。まあ、三谷さんの立ち位置と僕の立ち位置違うんで、まあ、一応軽くね、一言程度に、僕の目的は、コンサドーレって自分がやったクラブが、今後も、皆さんに、可愛がってもらって、皆さんの次の世代の方々にも可愛がってもらって継続して純度が高い球団になってもらいたいと勝手に思ってるだけなんですよ、うん、その間僕は今できるサポートを相当かけながらなんですけどくらいしかできないんですけど、一応 やってはいるつもりなんですよね。ただ皆さんに思ってもらいたいのは、チームと会社が一つでクラブなので、うん、両方のことをなんか考えていただきたいというか、チーム現場のことだけでもないし、うん、会社のことだけでもないし、うん、そうしないとこのクラブの本質っていうのがね、わからないまま進んでる。僕がいた9年っていうのはこのクラブ何だったんだろうと思いながらずっとプレーしてたわけですよ。監督が変わる、スタイルが変わる、選手が変わる、うんうん、3年計画、5年計画、残った選手何人いるんだと、はい、毎年その繰り返しで、経営もそうですね。赤字をする、赤字はしょうがないですよ。株式会社なのに減増する、何回増資するのか分からないですよ、うん、でお金は皆さんから頂戴する、で持ち株会の皆さんが集めるわけです。こんな会社は僕はよく分からないわけですよね。で今までも残念ながらトップの人間が、プロパーじゃないんですか、うん、普通一番上の人が一番責任を持ってなきゃいけないはずじゃないですか、うん、でもそうじゃないスタイル、不思議なんですよね。だからこそまあ、こうやってずっと応援していただいている方々がこのクラブは何が偉くて現在何が起きているかっていうのをもうちょっと捉えるようなチャレンジをしていただきたいと僕は個人的に思っています。これはクラブ批判でも何でもなくて、こういうふうに直接純度の高いことを進めようとか言おうとかっていう人がいないと変わらないですよね、残念ながら。お金がないのが問題じゃないと僕は思っているんですよね。このクラブはいろいろしがらみがあると思いますよ。
札幌市さんとの関係、北海道さんとの関係もありますし、協賛いただいたり企業さんとの関係もあると思うけど、うん、でも僕は本質はそこだけじゃないと僕は思ってるんですよね。果たして原っぱでとか道東でとか道南でとか日が暮れるまでね頑張ってやってるちびっ子たちがいるわけじゃないですか。サッカーコンサートに入りたい、で地元から一人でもいいからコンサートのプロになってほしいと思いながら指導してる方々いっぱいいるわけじゃないですか全部、うんうん、その方々の頂点に自分たちがいて、僕たちは本当に彼らの期待に応えるような純度のことを経営をしようとまずしてるのかなと思って、できてるかできないかしょうがないですよ。それは全部がパーフェクトにできるわけじゃないんですけど、まあディズニーランドみたいなもんじゃないですか、ミッキーの中に入ってる人なんか超大変なわけじゃないですか。でもそれよりも誰にも出てないけど誰にもバレないようにねゴミ拾ってる人もいるわけじゃないですか。でもみんな何回も毎年行きたいわけ、あそこに行ったら自分たち普段には体験できないのができて気持ちいい思いして帰ってくると。だからそんなような僕は存在なような気がしてるんで、サッカーの内容はっきり言って、まあ、プロでさえどうなんあのこれって難しいよななんて思うこともあるんで、素人の方は言っても、まあ、切れないと思うんですよ、まあ、よっぽど見られてる方は相当詳しい方いると思うんですけど、それもそのクラブのこと生き物だと思うので、そういう目でなんか接していただきたいなと僕は思います。クラブのことを思う、じゃないとね、テレビに出たとか新聞に出たとか試合に勝ったとかそれは好材料の一つに過ぎないので、ずしりと、まあ僕がね10億ぐらい持っててね持ってこれればいいんですけど、まだそんなに力はないので、まあできることを自分でしたいなと思うんで、まあ、今後もぜひ応援よろしくお願いしたいと思います。はい、すごい押しましたが、今日のゲストは曽田裕司さんでした。本当にありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。いやちょっと時間足りなかったですね。やっぱり足りなかったですね。もうちょっと次回はもうちょっと会場を長く借りれれば。伝説段階ですでに、あ、すみません、伝説の段階ですでに相当絞ったつもりだったんですけど、それでもなおその一つ一つがこれか、そうですよ、教育大の宣伝もできなかったんだから。そうですね、本当ですよ。そうなんですよ、そうなんです。先生です。研究室ありますからね。なんか研究室やめたら来たら、はい、遊びに来てください。遊びに行っていいんですか。じゃあ遊びに行って行きましょう、みんなで。と、はい、いうわけでものすごい駆け足になりましたね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで実はですね、この会場がですね9時までしか借りられなくて、あと10分です。あと10分なんですよ。、はい、せっかく皆さん来ていただいてなんなんですが、10分以内に撤収も手伝ってくれたら嬉しいな。そうですね、よろしくお願いします。手伝ってくれたら嬉しいです。はい、お願いします。あとですね、すいません、この会場とあといろいろ設備ちょっとお借りしてるんですが、いつもこの会の運営僕らがポケットマネーでやってるんですけども、今回ちょっとですね会場高かったんですよね。でもしよろしければですね、僕たちにも松山光感をください。本当に気持ちで結構なのチャリンと、入り口のところには青い缶がありますので、そこにちょっとカッパをいただけたらとっても助かります。お願いします。よろしくお願いいたします。というところを締めとさせていただきます。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。方法だ。